メン。それでは近藤先生お願いいたします。皆様こんばんは。これまで天沼教会秋の講演会をご視聴くださり心より感謝いたします。いよいよこの講演会も最終回となりました。第一部では山本哲也先生より天地創造、人間の罪の問題、そしてその罪の問題を神が裁かれたノアの箱舟の物語などさまざまな資料をもとにお話ししていただきました。私はそれを受けて神様が世界を創造したことを前提に自然を見たらどう見えてくるかから始めてノアの洪水以降、特にイスラエルの歴史から神様が歴史の中で働かれる方であること、そしてその神様を知るということでイエス・キリストの誕生、教えと生き様、十字架と復活、これらのことを話してまいりました。今日はこれまでのお話の総まとめとなります。とどのつまり神様は私たちとこの世界をどのようになさろうとしておられるのか、世界の歴史の最終ゴールについて今晩はお話したいと思います。それは一言で言うならば失われた世界の回復です。まず聖書の一番最初に戻ってみたいと思います。世界が創造された時、神様はその働きを終えて甚だ良かったと評価されました。素晴らしかったんですね。皆さんがこれまで人生でご覧になった最も美しい光景を思い浮かべてみてください。おそらくそれ以上の美しい光景が最初の世界には広がっていたはずです。しかしです、その甚だ良かった世界がこんなふうな状況になっています。 OECD 世界協力開発機構の報告書によりますと、世界のプラゴミ3億トン発生しているそうです。これ2017年の資料です。そして環境への流出での損害は130億ドル、日本円にするとだいたい1兆4000億円の損害だそうです。その他のゴミですね、2012年から2025年こんなふうに変わるんじゃないかということでですね、それぞれその、所得の状況でこんなふうに2015年、25年はゴミが増えるとなっています。特にですね、低から中所得の国がだんだん環境が整え経済活動が活発になってものすごいゴミが出るということのようなんです。ゴミはですね、地球上だけではありません。宇宙にもそうです。宇宙ゴミ、スペースデブリと呼ばれるゴミがあります。地球軌道上に1万8000個以上あるそうです。低軌道デブリは時速2万7000キロで移動しているそうです。ですから2時間弱で地球を一周しちゃうんですね。で NASA の推定ではですね、1日1個のデブリが地上に落ちてきているそうです。宇宙ゴミがですね、ただ多分みんな途中で燃え尽きて私たちの頭には落ちないんだろうと思います。アメリカ空軍が監視している宇宙にある人工物13,400個、こんなに監視してるんですね。そのうち実際に稼働しているのはわずか 6-7% だそうです。あとはゴミだそうです。突然落ちてきて被害にならないように監視しているらしいです。宇宙もこんな状態なんですね。将来宇宙空間に今ちょっと少しずつ出てますけど、民間で旅行に出るなんていうのがありますけど、下手するとこのゴミにぶつかるっていうことが起こるんだろうと思いますし、すでにもう何件か事故が起こっているそうです。さてこれはですね、日本が抱えている今課題です。原子力汚染水の問題ですね。福島第一原発に溜まり続ける放射能物質を含んだ汚染水は除去施設により浄化されているんですが、トリチウムだけはですね、除去できないそうです。トリチウムはですね、大体物理的半減期が12、3年かかるそうです。トリチウムはですね、弱いベータ線を出しているようなんですね。非常に弱いので、
そんなに外部の被爆による影響はないと言われているんですが、しかしその分量によっては他の放射物質と同様ですね、人間にダメージを与える可能性もあると言われています。そういう報告もあるそうです。特に人間の核酸 DNA の二重らせん構造の塩基に結合してさまざまな問題を起こすそうです。さらに人間の営みによって絶滅危惧種とされている種がですね、38,543種、これは今月現在の数です。左のサイはですね、アフリカにいるクロサイです。そして右のトラはアモイトラと言われて、中国河南地方に残りもう数十頭という、おそらく近々絶滅するであろうという種だそうです。それまでですね、害獣としてハンターによってこのトラはかなり殺害されたようなんですね。で、意外に思われるかもしれませんが、この絶滅危惧種の38,543のおそらく大体3分の2はですね、植物種です。動物種じゃなくてですね、まだなぜ植物種がこんなに多いのかというと、これが一つの原因あります。森林消失です。少し古いデータですが、2000年から2010年に消失した森林は年平均521万ヘクタールだそうです。これは1時間に東京ドーム121個分がなくなっていっているというデータだそうです。特にこの赤いところがですね、森林減少が目立つところです。アフリカ、それから中南米、それから東南アジア、このエリアです。日本は緑色で、わずかな増減がある地域とされているので、ああよかったと思われる方もいるかもしれませんが、とんでもないことなんです。海外ボランティアで私、マレーシアのボルネオ島に行きました。そこでですね、少しその周りも案内していただいて説明していただいたパームヤシのプランテーションのことでの話を聞いてですね、少し気が重くなりました。パームヤシというのはですね、このパームヤシから取れる油が食用の植物油や石鹸などに利用されていて、多くのこのパームヤシが日本に輸入されています。日本はここにプランテーションを作って、その作るためにですね、森林を伐採しました。森林が伐採されて、森林が失われ、動物の住処が奪われている状況がボルネオ島で起こっているんです。だから赤い、あの東南アジアの赤は決して他人事じゃないんですね。私たちの豊かな生活のようにあそこが赤くなっているんです。少し複雑な思いになりました。少しとは言えないかもしれませんね、これを見て。何でもですね、ある時象の一群が森から出てきてこのパームヤシをなぎ倒したというようなこともですね、現地の人が言っていて、きっと象が怒ったんだというふうなことを言っておられました。聖書にこんな言葉があります。新約聖書のローマの町にあった教会に宛てた手紙に、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。将来ですね、神様によって救われる人たちが神の子として栄光の自由に入る、そういう救いに入る望みが残されているというんです。それは人間だけじゃなくて、被造物自身、自然界のすべてもですね、今の状況から解放される時が来るというメッセージです。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。自然界も苦しんでいる。これ2000年近く前に書かれた手紙です。2000年近く前もこうであったなら、今はなおのこと自然は生みの苦しみやうめきどころじゃないかもしれませんね。もう悲鳴という状況なんだろうと思います。このように自然もですね、人間の営みのために破壊されていっています。人間社会はどうでしょうか。こういう苦しみが続いています。自爆テロでの被害、また紛争による多くの人たちの犠牲、そして食料危機で飢えている人たちがたくさんいます。世界では未だテロ、紛争、飢餓といった問題が絶えません。国連食糧農業機構機関
FAO などの国連ご機関がですね、報告したデータですけれども、2020年に世界で飢餓に苦しんだ人は7億2040万から8億1100万人と推定するされているといいます。大体10人に1人が飢えで苦しんでいるというんですね。飢餓で苦しんでいるというんです。で、この世はですね、新型コロナウイルスの感染拡大で食料供給に支障が出たため、その前の2019年よりも急増したといいます。まあ、こういうことからですね、今 SDGs というのは盛んに言われていますよね。2030年までに設定されている持続可能な開発目的です。目標です。17の世界的目標で、さらに169の達成基準、232の指標からなる国際的な開発目的、目標がですね、掲げられています。このような取り組みが世界で、日本でもなされています。神様が世界を作り、神様に似たものとして人間を創造し置かれたとき、人間に神様の性質を反映して、この世界を観察し、治めるよう、その働きを託したと、天地創造の物語にあります。こういった活動はですね、私たち人間の責務なんですが、では神様は一体何をしているんでしょうか。いや、もともとですね、これは人間の営みの結果でこんなことが生じているわけです。今紹介したことはですね。なので本来は人間が対処しなきゃいけないことなんですが、しかし神様もまた目標と計画を持って実は働いておられるんです。歴史の中においてですね。もう一度確認しておきます。神様の本質は愛です。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。神の本質は愛だと言います。その愛はどこに表されたかというと、一人子イエス・キリストがこの世界に現れて、私がこのイエスによって神と共に真に生きるようになるために命を懸けてくださった。そこにですね、神様の愛が明らかにされています。まずこれを心に留めていただけたらと思うんですね。その神様の愛は昨日までお話ししてきた中にもたくさん描かれておりました。神様の願いはですね、生きてほしいなんです。人間が真に神と共に生きてほしいということなんですね。そのために、私が生きるために自然界も含めて神様は世界を回復する計画を持っておられます。そして人の心の中にも働きかけておられるんです。そこに向かうように、その働きにの先にあることとは何か。聖書の一番おしまいの書、ヨハネの黙示録の中に、その黙示録も一番終わりの方にこんな言葉が出てきます。私はまた新しい天と新しい地とを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。これが聖書の最後の書、黙示録に出てくる回復された世界の姿です。新しい天と地と神様は用意しておられます。その世界は神が人と共に住み、人は神の民となります。これは失われた神様との絆の回復を意味しています。その結果、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。人間の生き方が変わっていって、今までのような在り方とは異なった営みになるということです。これは罪のために変わり果てた世界を回復し、人間本来の在り方に、そして人間の罪によって破壊された世界をも本来の調和の世界に、調和のある世界に回復してくださることで実現する新しい天と地です。そのようなビジョンを持って神様は
働いておられ、この歴史を導いておられます。このためにイエス・キリストはもう一度戻ってこられます。ある雑誌にですね、北野武さんが次のようなコメントを寄せてたといいます。キリスト教の神様も神は愛なりって言うんだったらもう一回ぐらい現れてくれて、この世の中どうにかしてもらいたいな、それが愛ってもんだと思うよ。そうなんです、その通り。イエス様はですね、もう一度来ると約束しておられます。昨晩私が十字架にかかる前、イエスが弟子たちに最後まで愛し抜く姿を示したというお話をいたしました。そのお話の後にですね、最後の晩餐の席でこのようなことをおっしゃったんですね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。また来て迎えようと言ってくれています。そして神と人が共に生きる世界に住まわせてくださる。これはキリストの弟子たちに、そして私たちに約束してくださったことです。今日は一つ一つ触れません。ぜひよかったら皆さん聖書を学んでみてください。聖書にはですね、2500余りのイエス・キリストが再びこの世界に戻ることに関するですね、記述があるんです。ではいつ来てくださるんでしょうか。そういうことも書いてあるんでしょうか、聖書に。ちょっと肩透かしかもしれませんが、実はイエス・キリストはですね、いつ来るかは知らないとおっしゃっています。その時その日その時は誰も知らない。ただ父だけが知っておられる。父なる神のみがその時を、タイミングを知っていると言いました。聖書を読むとですね、唯一だけれども父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊の三つの等しく神の性質を持ち、意思を持っている、人格を持っている存在が出てきます。まあ、するとそれは神が三者いるんじゃないかと言いたくなるんですが、しかしそれで聖書は唯一というふうに言います。どっちなんだと言いたくなりますね。もう両方なんです。また面白いことにですね、旧約聖書の中に唯一の神と言われている唯一という言葉も非常に特別な言葉で、何かこれ一個というですね、単一の一つではなくて、一束とか一房といったように何かが集まって一つになっているというニュアンスのある言葉なんだそうです。日本語に唯一と訳されている言葉ですね。ですので、父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊からなる唯一の神と表現するしかないんです。これをよく言われる、いわゆるですね、三密体の神と言います。父なる神が計画を持ち、御子イエス・キリストは地上に来て人となって命を懸けて罪を償い、聖霊は人の心の中に働いて神様の意思を示し、人間の良心にも働きかけて人間本来の在り方へ、また神へと導こうとしておられます。このように働いておられて、最終的には世界を回復へと導いておられるのです。しかしそれがいつかは知らされていません。だからですね、いいんです。知りたいという誘惑には駆られますけれども、もしこれがですね、さらに千年後といったらどうですか、皆さん。ほとんどなんか自分には関係ないかなと、あまりにも遠い話になってしまいますね。あるいは10年後ならもう少し意識されますね。でも10年だからもうちょっとやりたいことやってから悔い改めてその救いを待ちましょうと言って悠長なことを悠長に構えていたらですね、もしかしたらその前に私の人生が終わってしまうかもしれないですね。
誰もその10年後まで私が必ず生きているなんて保証いたしませんので、ですのでむしろですね、いつっていうことがない方がいいんです。むしろいつ来ても良いように生きるっていうことが大切なんですね。しかしイエス様はですね、いつということには答えていませんが、その時が近いことが分かるように、弟子たちのいつ来るんですかという質問に対して、その神の回復の時が近いことを示す前兆についてお話しくださいました。ざっと見てみたいと思います。またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください、いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。そう質問されて、イエスはいくつかのことを紹介されました。宗教界、政治界、自然界、そして社会生活、あるいは人間の心の中にさまざまな印が現れるとおっしゃいました。まず政治です、宗教ですけれども、多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。2日目にお話しいたしましたイスラエルの歴史においても、またイエスの時代後のエルサレムがローマ軍との戦いで崩壊する前も似たようなことが起こったんですね。危機がすぐ迫っているのに、大丈夫です、無事ですと言って人々をぬか喜びさせた偽預言者が出ました。また神様がついているから絶対勝つ、大丈夫と根拠のないことを述べた預言者たちがおりました。こういう者たちがですね、民を惑わしたんですね。気をつけるようにと警告を発しました。歴史が行き詰まり、イエス・キリストが再びおいでになる前、このようなですね、宗教がまた賑やかな状況になるようなんですね。不安だからこそ人間はですね、こういう予言や占いといったものに走っちゃうんでしょうね。それから政治の問題です。国際紛争です。また戦争と戦争の噂と聞くであろう。注意していなさい、慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。戦争の噂、今でもお茶の間にいてニュースで世界の情勢を聞けます。聞いておりますと、民族間の紛争が絶えない状況ですね。また最近日本の周りもなんとなく気な臭い状況になってきていますね。台湾の周りとかですね、注意深く見ておく必要があります。さらにですね、黙示録の13章を見ますと、政治と宗教が終わりの時代に結びつくっていうことが出てきます。それがすごく象徴的な言葉で紹介されています。黙示録にはですね、歴史が行き詰まり、神様がこの世界に介入される前に宗教と政治が深く結びついて行動を起こすことが予言されています。お読みします。また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようか。また小さいき者にも、大いなる者にも、止める者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者は皆、物を買うことも売ることもできないようにした。昨日も少しお話しいたしましたけれども、この黙示録は時期通り取ってしまうとですね、ファンタジーか怪獣映画になってしまいます。竜は何を表しているかというと、この前の12章のところにちゃんと竜とは神様に敵対する悪魔とかサタンとか呼ばれるものだとちゃんと種明かしてくれています。神に敵対し神様から人を引き離す目に見えない存在、サタンとか悪魔とか聖書の中で紹介されている、そういう存在です。で、獣はですね、
サタンに用いられるこの地上の宗教的権威です。しかも読んでみるとかなり世界的規模です。どうもですね、この神様に敵対する目に見えない勢力が背後で働いて権威を与えた獣と象徴的に表される宗教的存在がこの地上で活動するんですね。拝まれる対象ですので間違いなく宗教的な権威です。しかもこの獣に匹敵し得るものはないほど大きな世界的宗教権威です。この地上でのエージェントとなる世界的宗教権威が力を発揮して、この後ですね、13章の終わりの方に売ったり買ったりさせないようにすると書いてあるんですね。多くの人々がこの権威にひれ伏すという予言で、その最後に権威に従わない者たち、それは刻印をされない、言い換えればこの権威に承認されてない人たちは売り買いができなくなる。この売り買いさせないというのは政治的な営みです。ですからこの黙示録はですね、宗教と政治が結びつくよと警告しているんです。そしてそれに、その大きな流れに従わないものを排除あるいは弾圧するという予言なんですね。これまでも歴史の中で宗教と政治の結びつきは幾度となく行われてきました。その結果あるグループが弾圧されるということですね。例えばローマ帝国に時代、ちょうどこの黙示録が書かれていた時代です。ローマの皇帝は自分の権威を確かなものとするために神の子とか救世主と呼ばせて礼拝の対象としました。また中世ヨーロッパでもカトリックが政治的権威を持ちました。今でもローマ法は政治的影響力を持っています。そして日本でもかつて宗教と政治が結びつきました。荒人神のもとにある新国日本ということがですね、その結果アジアに出ていったわけですね。ちなみに G20 がもうすぐ行われるみたいですが、アメリカ合衆国バイデン大統領がローマで開かれる G20 に出席する際、その後ですね、カトリック教会の法王と謁見するというニュースが昨日でしたかね、報じられていました。これも注意して見ていく必要があるなと思います。大きな力です。政治的力と宗教的力です。いずれにせよですね、聖書はこの歴史が行き詰まって神が介入しなきゃいけなくなる、イエス・キリストが再びおいでになる前、宗教と政治が結びついて人間が神かのように振る舞うと警告しているんですね。さらに自然界はどうなるか、そして大きな地震があり方々に飢饉や疫病が起こり、これはルカによる福音書に書いてある言葉です。2000年以降ですね、21世紀は地震の世紀と言われるように、括弧でくくられているように、21世紀になってから突然のごとくですね、大きな地震が増加しています。全世界のマグニチュード6以上の地震の発生状況です。それから人口がどんどん増えています。まあ、少しずつその伸びはですね、衰えているようですけれども、それでもですね、2000年を超えていくと牧草地、農地と人口のこのがですね、逆転していくというような状況が生じるというんですね。しかも豊かな国の食料事情と貧しい国の食料事情というのは格差が激しくなっていきます。食料問題からですね、菜食の方が土地利用に関して効率がいいともう言われるようになっています。そのあたりのですね、環境問題、食料問題の点から菜食を進めるという話も最近出てきています。さらに疫病についてはもう私今身に染みて経験していますよね。コロナ感染問題だいぶ今収まっていますけれども、専門家の方々は第6波来るぞ来るぞと言っておられますね。科学が発達しましたが、人類と疫病との戦いは今なお続いています。私は2年前の2019年の今頃、年明けてこんな事態になるなど予想もしておりませんでした。さらにですね、厄介なことに
イエス・キリストは歴史が人間の社会が行き詰まっていくとき、人間の内面に問題が出ることを指摘しました。道徳の低下と犯罪の増加です。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろうと言われました。しかしここですね、見ると良くなってるんです。日本における犯罪検挙数などを見ると下がってきています。一時1980年代ぐらいにぐんと上がってるんですが、私が高校生から大学生の頃ですね、なめ猫なんか出た時代だと思いますが、その後スーッと下がってきています。でこれを見ると日本はですね、犯罪の被害者数の人口比、対人口比において OECD の諸国の中で2番目に低いというですね、非常にいい状況です。それだけに日本は平和な社会と思われますね。そしてかつてよりも減ってきているようです。ところがですね、ありがたくないと言いますかね、嬉しくないことが別に起こっています。これはハラスメントの問題です。最近はもういろんなハラスメントが出てるそうですね。いろんな名前がついてるそうです、ハラスメントに。パワハラ、アカハラ。その中で日本はですね、パワハラにおいて国際ランキングで4位なんですよ。これはいいという意味じゃないですよ。悪いという意味の第4位なんです。パワハラに関して。日本はハラスメントに対して非常に甘いというふうに言われています。このようにですね、見ていくと、もちろん私いくつかの問題を今日ご紹介してきましたが、いくつかの部分は良くなっているものもあります。また祭品のですね、人々の率も下がってきていると言われています。これは先ほど話したような SDGs などのいろんな取り組みが国家あるいは民間においてなされている結果です。いい面もたくさんあるということもですね、お話しておきたいと思うんですね。何かこう悪いことばかり言って皆さんを暗くすると言いますか、もう明日にでもというような煽りみたいなものは私冷静にですね、データを見ながらしたくないと思います。しかしですね、しかしその一方でやっぱり考えてみなきゃいけないデータはあるんです。それはこの愛が、心の愛が冷えていくということに関する関係するデータなんです。孤独死の増加なんです。お一人様といわゆる言われているご高齢の方々が誰からも看取られずに亡くなっていっているという数がじわじわと増えているんです。絆がなくなっているということなんです、社会の中で。これは一つ愛が冷えていっている現象と見ていいんじゃないですかね。東京、これは東京都の監察医の、これはですね、取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の数、65歳以上の方の数です。増えていってます。孤独なご高齢の方が増えているということです。特に赤の棒線が女性、青の棒線が男性です。圧倒的に男性が多い。こう見ると特に男性の一人暮らしの孤独死が増加しているということが分かります。特に男性はですね、なかなかこう横のつながり、人間関係をつけにくかったりするんですね。会社で働いているときはもう会社人で周りとの関係がなく、そして引退し奥様が亡くなるともう地域の横のつながりがなく一人ポツンとなっている、こういう状況があったりするわけです。それからですね、この貧困率の推移です。これは前もご紹介しました。じわじわとこれも上がっています。子ども貧困率も全体としての貧困率もです。日本では特に相対的貧困率が上昇しています。これは日本の社会で貧しい人と裕福な人との差がどんどん開いていってるということも表しています。で、これが今後の社会でどのような影響を及ぼすか、こういうコメントがあるんですね。イギリスの社会疫学者のウィルキンソンという方はこんなことを述べています。社会関係資本に関することでですね、
不平等な場所であるほどより対決的な社会関係が顕著となるため、殺人や凶暴な犯罪の増加、信頼やコミュニティ活動への参加の一層の低下、人種主義の拡大に煩わされる結果となる。不平等は社会関係を最も愛情に満ちたものからより争いの多いものへシフトさせる、こんなふうに述べているんです。ウィルキンソン博士によるとですね、経済的な不平等は格差ですね、社会の構成員の間の力関係を明確にしてしまいます。そのため裕福層と貧困層との間の社会的距離を増大させてですね、対決的な社会関係を生んで相互扶助の関係から対決的な関係を生じさせて協調が困難になっていくというんですね。今の、アメリカが二極化していっているというのもその表れです。そしてこの状況では富裕層は価値ある成功した重要な人とみなされ、貧困層はほとんど意味をなさない不適切な失敗例とみなされていくと言います。これは私がこの第2部の最初でお話した神様によって世界が作られたという世界観ではなく、競争論理によるダーウィニズムによる世界観の見方です。またこの社会の中で起こる格差は、イスラエルの歴史で紹介いたしましたように、神様から送られた預言者が何度もこういうことは是正して社会正義を回復せよと言ってきたことなんです。格差社会、あるいは貧困層が搾取されていったりする、こういう状況ですね。貧困層の増加、格差社会における不平等さは相互扶助の関係を希薄にします。これは聖書の言葉で表現するならば、愛が冷えていくという状況になるということです。皆さん、私たちは注意して見ていくだけでなく、考えてできる、私たちができることを取り組む必要があるように思いますね。近々選挙があります。選挙においてもですね、どういう政策を考えているのか考えて投票する必要がありますね。イエス様はイエスの再臨の前、世界が混乱し愛が冷え社会が行き詰まっていく社会において、しかしですね、イエスキリストに従う者を傍観者として見ていなさいとはおっしゃらなかったんです。こんなことで周りがあるから、起こるから大変だから引いて傍観者として見ていなさいとは言われなかったんです。弟子に、そして読者たちに託した働きがあります。それはこれです。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後が来るであろう。今まで私が話してきた前兆はそれが最後ではないんです。まだそれは終わりの始まりであってですね、猶予があって、その間なさなきゃいけないことがあるというんです。イエス・キリストのメッセージを知った皆さんにぜひこれをやってほしい、これがイエス・キリストの私への呼びかけです。それはこの御国の福音を全ての民に対して証しをするために全世界に伝えてほしいということです。御国、これは神様の国、神様がこの世界を治めているということに関する福音は良い知らせです。大前に皇帝が即位してこの世界を治めるっていうニュースが福音、エヴァンゲリオンという言葉だったというお話をしました。皇帝ではなく、人間ではなく、神様がご支配してこの世界に平和をもたらしてくれるという良い知らせです。これまで天地創造、自然界、またイスラエルを例に、歴史、あるいはイエスの生涯を見てきました。このすべてが神様がこの世界を作り、治め、導いておられることの証です。そしてお話しいたしましたように、神様は本来の状況が失われた世界を回復しようとしておられます。この希望を語り、またこの回復に向けた働きに参加することを願っておられるんです。だから証しをするためという言葉がになっています。証しと日本語に訳されたもともとのギリシャ語は、
証拠とか証明という意味もあります。証という言葉のイメージにはですね、言葉を持って語るというイメージがありますけれども、証拠とか証明と訳したなら必ずしもそれは言葉だけではないですね。行為や関わり、あるいは私の生き様も証拠になります。イエス様が教えた人間本来の生き方へと神様によって生かしていただいて、大きなことはできませんが、私の身近な誰かに対して神様の愛をさまざまな形でお伝えし、その方が希望を持って生きるように関わるっていうことも、これ伝えるという働きの一つです。しかもこれはですね、人間にだけではないんです。こんな言葉もイエス・キリストは残しているんです、弟子たちに。そして彼らに言われた、全世界に出て行って、ここは同じです、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。すべての作られたものです。これはマルコによる福音書の最後に出てくる言葉です。すべてのもの、これは人間以外の生命も含まれます。動物にですね、一生懸命説教しても伝わらないですね。神様がこの世界を本来の状態に回復しようとしておられることを、動物にはですね、関わりを通して表すしかないですね。人間がどのように生き物に接するか、それを通して神様の愛を動物たちも、どんなふうに感じるか分かりませんけども、体験する、経験するということです。YouTube なんかを見ると、たくさんですね、動物が人間によって助けられている映像なんかも流されていますね。イルカだったと思いますが、助けられたイルカが、その助けてくれた人が乗るボートにしばらく一緒に、寄り添って泳いだ姿が映像で流れておりました。分かったんでしょうかね、そのように助けてもらったっていうもの、それを感謝の思いを表したのかもしれませんが、人間がですね、自然を保護し、多様な生物が生き生きと生きるように環境を整えることも、神様の回復の知らせを伝える、これ生き方の一つです。そしてイエス・キリストがおいでになるとき、再びおいでになる、再臨と呼びますが、この再臨のときに起こることはこうです。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。そのときキリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。神様の、父なる神様の意図したときに、イエス・キリストが再びおいでになります。そしてその再臨のとき、天から下ってくるとあります。イエス・キリストの私は再来という触れ込みで突然どこかに現れるんじゃないんですね。天から下ってきます。これは明確な印です。その時何が起こるか。それは昨晩私がお話しておりました復活です。死んで終わりではないのです。肉体を持って復活し、もし私が生きてイエス・キリストの再臨をと出会えたのなら、きっと復活した人々と会うことができます。ある人々とは再会になるでしょう。そしていつも主と共に新しく創造された世界に生きるようになります。これが失われた神との絆の回復、そして世界の回復、その時に起こることです。この回復の希望は、父が結核性カリエスによる長い入院生活をしていた時の支えとなりました。少し私事ですけれども、私の父のことをお話しさせてください。私の父はですね、太平洋戦争中、学徒出陣で戦地に海軍将校として送られました。沖縄に送られ、沖縄の魚雷艇隊の将校となりました。しかし沖縄戦前夜に鹿児島県坊津の特攻隊基地に転属になりました。
父はそれでですね、自分の命運は尽きたかなと思ったそうです。しかし出撃命令が出る前に戦争が終わりました。自分はそのことで生き延びたんですが、同じく学徒出陣に出ていった特攻隊になった仲間たちの中にたくさん特攻して亡くなった者たちがおりました。また沖縄から転属になった時に父に代わって父のポジションに入った将校がおりました。この将校は沖縄戦で戦死いたしました。父はですね、自分は生き残ってしまった、そういう思いを抱えたようなんです。その後戦犯で捕まりました。父の親友のお母様がクリスチャンで、自分の息子の親友が捕まっているので牧師先生ぜひ訪問して助けてあげてくださいとお願いしたらしいんです。それで、牧師さんが父をですね訪問したようなんですね。まあ、国粋主義者だった父をよくクリスチャンにしたと思いますが、粘り強く何度も何度も訪問してくれて、ようやく父はですね聖書を手に持って、他にやることもなかったので読み始めてクリスチャンになりました。そしてその牧師先生の口添えもあって出してもらったんです。その後ですね、山陰学院で学んだんですが、戦犯で捕まっている場所の状況が悪くて結核性カリエスになりました。そしてこの天沼教会のお隣の衛生病院に入院いたしましたけれども、病状悪化いたしまして専門病院に送るしかないというので、鹿児島県霧島にありました結核の療養所に送られました。その時アメリカから来ておられた医師が抗生剤をつけて父を送ってくれたようなんです。その抗生剤に父は救われたと言っていました。本当に衛生病院の先生に感謝です。もしそれがなかったら私も存在していなかったかもしれません。そのようなですねことで、霧島の療養所に入りましたら、そこには同じ信仰の仲間がおりました。一緒に療養中聖書を読み祈り合い励まし合うようになりました。そのような中にだんだん他の患者さんも加わるようになって、イエスをキリスト救い主として信じるようになる群れが30人以上に膨れたというんですね、この霧島療養所において。しかしその療養所の中でおよそ半分ぐらいの方々がお亡くなりになられました。療養所の中で亡くなる前、信仰の仲間たちが集まり一緒に祈って最後に声をかけ合ったそうです。なんと声をかけたかお分かりでしょうか。さようならではありませんでした。主イエスがおいでになるとき、また会いましょうでした。みな希望を持って眠りにつかれたんです。眠りです。イエスキリストが再びおいでになるとき、また起きるからです。しかし父はここでもですね生き残りまして、退院後結核性カリエスで背骨がボロボロになってですね、鉄骨か何かでこう止めてたらしいんですが、それで、ハンディキャップを背負い身体障害者になりました。生き残ったからにはですね、神様がこの体の私にも何かせよと言ってるんじゃないかというので、会社を経営する傍ら生涯病気で倒れるまでハンディキャップを持った人々の活動に従事いたしました。聖書の神様との出会いが希望と生きる意味と目的を得る出会いとなりました。皆さんの中にはですね、復活とかイエス・キリストが再びやってくるとか、この世界が全く新しく変わるなんて信じられないなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、信じる根拠は今まで2週間お話ししてまいりました中に実はあるんです。信じる根拠その1、
それは山本先生がお話しになられたように、この世界が神様によって作られ、しかも命が生まれ育まれるように微調整されている。世界をそのように創造し生命を誕生させた神様ならば、この世界をもう一度新しくすることは可能ではないでしょうか。それから神様は約束されたことを必ず話してこられました。果たしてこられました。これまでお話ししましたノアの箱舟にしても、イスラエルの歴史にしても、イエス・キリストの生涯も、皆その約束を必ず果たされる神様の霊証です。これまでも神様が約束したことを果たしてきたならば、最後のこの残されている世界の回復の約束もその通り成し遂げてくださるのではないでしょうか。さらに人間の罪とその結果を神様は放置されないことをノアの箱舟は教えてくれています。そしてノアの箱舟の後、新しい世界をまた始めてくださいました。ノアの箱舟は神様が人間の罪を裁き新たな世界を作ることを表している出来事なのです。そして何よりも神様は愛であり、命を愛し救う方であることをイエス・キリストの生涯、ことに十字架と復活が表しました。この愛が将来本来の状態が失われた世界を神様が回復してくださるということを信じる何よりの根拠なのです。神様は聖書の中でこんなふうに呼びかけます。イザヤ書65章の17節の言葉です。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。しかしあなた方は私の創造するものにより、とこしえに楽しみ喜びを得よ。このように呼びかけてくださっています。皆さん、人間が神様から離れた結果、失われてしまった世界を神様は回復すると宣言しておられます。その時を待ち喜び楽しめと言っておられます。将来この新しい天と地をもたらし、そこに復活によって住むことになるという約束は、この世界のさまざまな状況の中で生きる希望です。神様がこの世界を回復へと導いているのですから、私たちも現実に飲み込まれて諦めるのではなく、この回復に向けて行きたいと思うのです。それはすでにイエス・キリストの教えてお話し教えでも、またイエス・キリストの生き様を通してでも表された、神を愛し隣人を自分のように愛するというですね、生き方です。諦めずにこの生き方に向かうんです。そのためにぜひこれからも神様がどのように人間を救い新たに生かしてくださるのか、聖書をお学びになってください。学べば学ぶほどこの希望は確かなものになります。そして生きる喜びにつながります。その希望の何よりの根拠は、先ほどもお話しいたしましたが、イエス・キリストです。キリストを通して示された神様の愛です。あさっての日曜日から毎日曜日の夜7時、日曜講演会でイエス・キリストの生涯を扱います。ぜひこちらもご参加ください。そして聖書をお学びになってくださり、イエス・キリストと出会ってください。イエスに出会うと心が変わり、生き方が変わります。私も経験いたしました。そして世界を創造された神様は、人間と交わる日として世界が6日間で作られ、7日目に休まれ、神様が人と交わられたことを記念して週の第7日目を安息日としてお定めになられました。この安息日、神様と過ごしてみませんか。毎土曜日の11時から
天沼教会では礼拝を行っております。 YouTube でも皆様配信をご覧になり参加することができます。明日も配信いたしますので、ぜひ世界が作られたことを記念し、神様が私たちを救い、この世界を新たにすることを思い起こす安息日をお過ごしになってください。この日を過ごすことで新しい新たな思いで次の週を迎えることができます。なかなか大変なご時世ですが、皆様がこれからも神様をお学びになられて、神様がお与えくださる希望を持って歩まれることをお祈りしております。ではお祈りいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、これまで2週間講演会を通してあなたの働きである天地創造と自然、そしてノアの箱舟やイスラエルの歴史、そしてイエス・キリストの生涯を学んできました。あなたは世界を作り、この世界にある命を愛されるお方です。残念ながら私たち人間はあなたから離れてしまい、本来の在り方を失うだけでなく、この地球も傷つけてしまいました。しかしあなたは私たちの関係を回復するためにイエス・キリストを送ってくださいました。そればかりか、将来この世界を本来の状態に回復するという希望の約束も与えくださっています。感謝いたします。これからさらに聖書を学び、あなたとの関係を深め、私を本来の人間の姿に作り変えてくださいますように。そして将来の回復の約束を希望として、これからも生き続けることができるよう導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。近藤先生、メッセージをありがとうございました。今から賛美をいたします。その間に講演をお聞きくださいました皆様には、ぜひアンケートにお答えいただけますと幸いです。天沼教会で毎週行われている日曜講演会に参加希望される方は、アンケートの URL から返信していただけますと幸いです。 YouTube または天沼教会のホームページに記載されております。それでは賛美をお願いいたします。皆様、2週間続いた講演会、最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も聖書の